今日の新型コロナウイルスの新規感染者は1968人と2日連続で過去最多を更新しました。この感染の急拡大で対応に追われているのが医療現場です。新潟市中央区の病院では風邪症状のある患者の来院数が1週間ごとに倍増、資材も不足してくるなど今後への危機感を募らせています。新潟市中央区の新潟南病院、正面玄関のすぐ横で患者の対応に当たっていたのは風邪症状外来のスタッフです。熱のある患者さんや風邪の症状、コロナのような症状のある患者さんはこちらで受付をして、でこちらの診察室に回っていただきます。実際に今週の火曜日、連休明けの火曜日は大変な行列ができて、新潟南病院では2週間前に1日20人程度だった患者数が先週には40人ほどに、そして今週の19日には95人と週を追うごとに倍増しています。今までよりも広がり方が早いですね。予想を上回る速度で増えていて、来週にはどうなるのかなと。通常の診療を維持しながらのため、新型コロナウイルス患者への対応は大きな負担となっています。さらにこの時期は発熱することが多い熱中症の患者との調整が難しいと話します。救急外来の陰圧室に入っていただくので、そこが使えないときは熱中症の人は、まあ、南病院の場合はなかなかお引き受けが困難で、まあ、以前よりは引き受けにくい、暑くなってくるとまた大変になると思います。また検査キットの不足も懸念されています。以前ですと、まあ、大体3週間から1ヶ月分ぐらいを目安に取ってたんですけど、今使用量が増えているので、今の調子で使っていくと在庫は1週間か2週間ぐらいです、ね、今後多分逼迫してくるとだんだんと手に入りにくくなるかもしれません。渡辺院長は医療現場への負担を減らすため、軽症の場合は体制の手薄な土日や夜間には受診しないことや、救急車を利用しないよう強調します。そして病院で働いている人たち、まあ、うちの病院もそうですけど、行動を非常に自粛しています。まあ、行動制限しないのの影響を医療機関を受けるということは皆さんは知っててほしいなと。